ゼロラジ。はい、今宵も始めます。もののけ番外地放送局特例区より放送中。霊界ラジオ、通称ゼロラジ。ヒカタリアの白ラナと。アシスタントの黒光でお送りします。早速ですが、皆様。乱れ髪。という言葉を聞いたことはありますか。乱れ髪。 もちろん語尾の神は神様の神です響きからして荒神といった感じですがあら荒神を知らない荒神とは荒ぶる神と書きましてこれを公人と読むことがあります公人とは台所の神様のことで今回は無関係なので置いておきましょう 改めまして、荒神とは、本来、火の神のことを指します。何もかも焼き尽くす炎は、人にとって、恐れ、恐怖の対象になり得るものです。しかし、人にとって道具、調理、発展の面でも欠かせないものでした。そういったものが、神としてあがめ、信仰される対象になることは容易です。 しかし、荒神と呼ばれる対象がまだあります。荒神、荒御玉、怨霊のことを指します。怨霊とはつまり、死んでもなお恨み、つらみを増幅させ、人に災いをもたらす。死者の霊魂が憎悪によって肥大化した化け物のことですが、 それを信仰対象としあがめたてまつり怒りを鎮め敬うことで強力な守護神とするものをご両信仰と言いますたたり神。この言葉なら階段好きの皆様なら聞いたことがあるのではないでしょうかこれ書いてて思ったんですけど。 褒めるっていう字とたたるっていう字って似てるんですね尊う思いと呪う思いは強く相手を思う意味では近いものがあるのかもしれませんね可愛さはまって憎さ100倍といったところでしょうか。 かわいすぎて食べちゃいたいっってやつですかねちょっと違うた,たり紙の有名どころといえば菅原の道真平将門須徳天皇でしょうかそれぞれ学問の神勝ち守りの神立ち物の神として知られていますまたそれぞれちゃんと語ってみたいところですね さて浅知恵を並べてみましたが本題です荒神たたり神の類であろう乱れ神それは乱れ神静岡県 伊豆半島から鈍行で終電まで行き3日に1本しか出ていない船に乗ってたどり着く島黒首島船が出ていると言っても観光地化なんてされていない殺風景な島宿屋はおろか飯を食うところもろくになくコンビニなんて言語道断 現代社会から置いてけぼりのような場所この島に古くから伝わるという御両信仰の対象が乱れ神様黒首島では毎年大坪森に乱れ神様に捧げ物をしますそれは柱と称された瞳ごく いいえ、あれはそんな神聖なものではないただの生贄。にえいやただの煮えではなく施しと称した拷問を受けかつ死ぬことのなかったものここで施しの一例をご紹介例えば約3センチほどの針を 体中に刺していく数百本ほど刺していくとあまりの苦痛に殺してくれと願うようになる苦痛から逃れる術は死のみその時本人に選ばせるマち針のような細い針とミシン針のような太い針どちらがいいか死を願うなら当然太い針 それを繰り返しながら針を徐々に大きくしていくしかし所詮針やがて本人はなかなか死ねない絶望に打ちひしがれる逃れられぬ苦痛迎えられぬ死そんな絶望に満ちた柱を乱れ髪は好んで喰らう この柱への仕打ち、仕込み、スパイスとでも言いましょうか。それが施し。しかしこの施しに耐えきれず死んでしまうと、それはもう柱としては役立たず。ゴミのように洞窟の深いくぼみに捨てられます。そこは、それまでの失敗作が刺繍を上げる、 血の海と化しています。柱を選ぶには白羽の矢を放ち屋根を射抜かれた家の女。しかし長年にへの数は増えているそうで旅行客や本州から拉致してきた娘も柱にするとか。 ここで施しの一例をもう一つご紹介。囚われた柱は爪を一枚一枚剥がされる。もちろん、両手両足。日暮らしに出てくる爪剥ぎの道具みたいなものなんてもちろんないです。錆びついて掴みづらいニッパーのようなもので乱暴に、そして不器用に。 一枚一枚その錆びついたニッパーで次は歯を抜かれますもちろん全部そして目も口もぬわれこれは捕らえてから大坪森まで3ヶ月を切っているものに対してでしょうか 飲まず食わずでは死んでしまいますものね。なぜそんな施しよう選ばれたものの死へのカウントダウンだけでも十分に恐怖を蓄積した柱になりそうですが。ちなみに怨霊にとって恐怖する魂は甘く芳醇で。 味だそうです。それは乱れ神の悲しみ痛み苦しみ屈辱地辱苦痛現世で受けた地獄の歓覚あらゆる憎悪の感情を鎮める。 施しを受けた柱の魂を捧げるのです。その見返りに黒首刀。もとい黒首刀の当初一族はその一年繁栄するのだとか。そんな非常極まりない風習が現代もなお残っているのは 乱れ髪を否定することは、今まで柱になった女たちをも否定することになるから。姉妹が、親族が、隣人が、母が、娘が、柱に選ばれた者にとって、それが、ただの虐殺行為であると認めることはく、酷。 冒頭で紹介したように、たたり神といえば、元は人間。悔しさと未練。怨念の中、死んでも死にきれなかったものの像。それは、一体どんな人で、何があって、乱れ神になったのか。それは、 押切れんすけ作、夕闇特攻隊をぜひご覧くださいシロナは最近全巻一挙買いをして一気読みをしましたもともと押切り先生のデロデロが好きで、これも学校ものなら似たパターンの読み切り系かなと思っていたら、がっつり連載ものでした。7年半にわたる全13巻の傑作です。 デロデロはギャグ感と新種珍獣妖怪の連発で面白いんだけど、夕闇特攻隊は続きが気になる面白さ。格闘シーンも豊富で興奮するし、展開も濃い。キャラもユニークで悪役も魅力的。で、憎いけど憎めない。スイちゃんとか特に。 とにかくキャラが多くてね、黒首党の党首黒金の小種の不始末は確認できているだけでも99に及ぶそうなので、施しは肉体的虐待だけでなく、柱が女、施すのが男であれば、もてあそぶということも多く、むしろそのための拷問目屋もあり、 当主の次男は女狂いだそうで肉欲にまみれるために仕込めの例の大軍すら召喚し事に及ぼうとしたそうですから。キャラが多い話に戻れば最初は誰の長男やら次女やらの紹介があったのだけれどしまいには一族の人的な感じでしかわからず。 実語ではないなんて表現があればどのポジションなのか気になったくらいです特に鬼尾くんは誰の何番目の子供でどういう立ち位置だったのか過去のエピソードも含み深掘りしてほしかったキャラですね。そして絵がちょうどいい、うん お世辞にも綺麗とか細かいとか最近の漫画の画力のクオリティに比べてちょっと落書きに近い押し切り先生の絵が暗く深刻になっていくストーリーと拷問シーンにリアリティを与えず想像力に任せてくれる世界観が良きこれがね綺麗でリアルな絵だったら見てられないと思うしかし 格闘シーンの迫力はやばい。ちょっと体が揺れるような爽快感があって良きです。ここでちょっとやりたかったことやってもいいですかなすすべがない、己に絶望しているのだろう。身内がバラバラにされる光景を、永遠見せつけられるのだからな。<laughs> この空間が姉の首で埋め尽くされた頃にはお前の魂も絶望色に染め上がりさぞうまくなるだろう姉の首が折られては生え折られては生え滑稽だわ <laughs> もう息承知したか虫けらめ 先ほどまでの異性が信じらられんくらいだ石のように固まってしまったわ無力とは罪深い己も身内も救えずただ人間を腐らせる私は生前それを十分に思い知った今は死せれみの苦しみを味わいながらも 人間どもを蹂躙し恐怖と絶望を喰らいながらあり続ける己に満足している「黄泉で出会ったウツボ神に感謝せんとな」と声に出して思わず読みたくなるセリフも盛りだくさんはい ここまで聞いて気になった方はぜひ読んでみてください。ちなみに主役キャラ、主要キャラ、大筋ストーリーなど語り出したらネタバレになるので一切伏せますが、気になってきたでしょおすすめです。押し切れんすけ作、夕闇特攻隊、講談社よりシリウスコミックスで発売中 13巻完結しておりますめっちゃ面白いです音だラジオの時は鳥山関燕先生の作品からや伝承妖怪図鑑的書物からの妖怪のみを探って語ってきましたが「ゼロラジ」では漫画ヒントでの話もしていきたいのと思っているので本当に最近 一を読みみしししたた特攻隊の話をしてみました皆様からもそれならこれ読んでみてよというおすすめの漫画などあればご紹介くださいできれば妖怪物で完結しているものなるべく古いと嬉しいかつそこいらでも手に入るものをおすすめいただけると喜びます 必ず読める、必ずネタにするという募集ではないので、あしからずご了承ください。では、毎度お馴染みにしていこうと思っているおまじないを一つ。最近実践したおまじないがあるのでご紹介します。皆さんは、なくしの探し物をよくするタイプですか白ナは、 よよくすするタイプですよふと「あれあれどこやったっけ?と」と数ヶ月前から使用していないものを思い出して探し回るそんなことは多々あります。普段から「あれスマホどこ置いたっけ?」みたいなのは日常茶飯事なのですがそういった普段使っているものは大体見つかります。 しかし記憶の彼方のあったはずなものを探すのは困難です。そんな時はダウンジングを使います。一昔前いや二昔ぐらい前にブームになったあの針金を L 字に曲げたものを2本用意して短手を手に握り込み長手を平行に揃えて持つ。 そして歩き回ると探し物に近づくと針金が扇状に開くあるいは交差するこれをエルロットダウジングと言いますエルジロットはコっクリさんみたいな使い方もできて質問に対してイエスなら開くノーならクロスとかそういうのもできます何が答えているかは不明ですがしかし ロッななんてて持ってないよ作るのもめんどいという方にはペンンュラムダウジングがおすすすめですチェーンの先に水晶などがついた振り子を使ってダウジングするものですがえそれも持ってないですよねそんな時には白な木簡易ペンデュラムの作り方をご紹介しましょう 材料は五円玉と赤い糸。五円玉はなるべく自分の元に長い時間あるもの。財布にずっと入っていたものとか、もっと言えば、あの、貯金箱の中に入れっぱなしになっている五円玉とかが望ましいです。その五円玉の穴に赤い糸を通します。輪状にした糸を 五円玉の穴に通してあのペンダントにするみたいなあの引っ張り結びっていうのを結び方が好ましいです糸は細すぎないものがいいので白菜はいつも刺繍糸を6本束のまま使っていますダウジングの見方としてはあ前後左右に引っ張られるように揺れれば探し物はその引っ張られている方向にあります 円を描くように揺れれば探し物は近くにあります。微動だにしなければ探し物は近くにありませんあの。自分がいる建物には少なからずないと思ってもらっていいと思います。この簡易式ペンデュラムダウジングはあの比較的狭い範囲での探し物に向いています。この前 にに家のの中にあると思っていたものをこの方法で探したら微動だにしなくて今までそんなことなかったぐらい動かなかったからゴミに紛れて捨てちゃったのかなぐらいに思ってたら他のものに混ざって茶マの職場に行ってたっていうねほんとびっくり。 今まで割とこの方法で物を見つけてきたから動かないことはなかったんだけど動かないいっていう判断も当たた。るんだねと感心しましまそれを持ち去ったのはシロナの意識外でのちゃの仕業なので自分の無意識概念の中の記憶にあるとかそういうのでもなかったので当たるんです。 ちなみにその時それでもダウジングの結果が信じられなくて使ったおまじないがチャミエル様とタヌキがこけたです。チャミエル様とは探し物の得意な天使様ですチャミエル様チャミエル様私うやみしろなが今探しているものはおばあちゃんからもらった懐中時計ですどこにあるか教えてください 一緒に探してください見つかりました。ありがとうございます。と、チャミエル様に自分の名前を名乗る。何を探しているか伝える。見つかったところまでを想定してお礼を言う。ここまですると、思いもよらないところからスッと出てくるというものです。チャモの職場というのは、思いもよらない場所でした。 もちろん探しててあれがないんだけどとチャマにはあの日中 LINE で伝えていましたでも伝えたからって今仕事中で一緒に探せるわけでもないしチャマのものでもないからどこやったかなんて知るはずもないしというのはシロナも LINE を受けたチャマも思っていました。 でもそれをチャマに伝えること自体もチャミエル様が手伝ってくれたからなのかもしれません。あと今回の探し物で効果はなかったかもしれないけどやってみたのがたがこけたです探し物をしながら「んタヌキがこけたタヌキがこけた」とブツブツ唱えながら探し回ると見つかるというものです。 しかしこれは自分がが探探せるる範囲ににし物がある時に限られます。特にタヌキがこけたは頭を空っぽにして目と手で探すという行動を促すものでダウジングやチャミエルサムのようなちょっと神秘的なおまじないとは異なるものかもしれませんでもこれもよく見つかると聞きますよはい、では今宵はこの辺で。 実は今回は予定していたものとは違うお話をしました皆さんにこの漫画を読んでほしいというのとね予定してた朗読が実は時間がかかりすぎるっていう実情とあったんですけどあしからず今後もよろしくお願いします次回も聴くのは君だバイバイ 0・ゼロラジオ。